何者かの気配がして鳥様のテーマが聞こえる。重い。ひょっとしてさ、なんかさ、俺さ、すげえ前にさ、戦鳥の、あの像あるじゃないですか。あれに血痕がめっちゃついてるんですよ。あれって、元はこっち側にあったんだよね。で、回って、あっち側に行ってるんです。あっちとかこっちとか。最初は戦鳥の像は、この隠し部屋の方にあって、だから、だから何が言いたいのかっつうと、本当の狂気は、あの戦鳥の像、なんじゃないかと、いう想像を膨らませますけども、だとして、無防備な被害者の背中に刃を突き立てた。あ、でもそうだよね。鳥様のテーマが聞こえてさ、無防備っておかしくない？だって鳥様のテーマが聞こえてんだからなんかこう、ビクってなるじゃん。普通。人間。誰しも。あんなボン、デンデカデンデカデン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 みたいなさ、のが流れたらね。だから、無防備っておかしいんじゃないのかなと、思うんですよね。どうですか、その辺。その辺どうでしょうか。無防備っておかしいと思うんだよな。ダメか。浅いか。レイバ様、その主張矛盾しているのでは。何なんでしょうね。これは、我々にはそうは思えぬぞ。そう。それこそが矛盾なのです私、わけのわからんことを今に言ってることがよくわかりませんぞ。俺にもよくわかりません。いや、全然わかんない。重いって何なの、まず重いって何なの。戦鳥、鳥姫様が覆いかぶさってきたから重いって言ってる感じですよね。石板に手をついて立っていた。重い。あ、これか。え、でも、当初被害者は祈りの姿勢で刺されたとされていました。あー、なるほど。え、でもそうだとしても、でも別にね、別になんか、この託戦をフォローするわけじゃないけど、仮に立って、手をついて立ったとしてもさ、普通に後ろから覆いかぶさってきて、ガシュって刺したじゃないかなっていうのも想像できちゃうんだけどね。そういうわけじゃないと。さすがにおかしいと、その状況で考えたら、重いっていう表現が。いや、時間かかったな、これ。しかし、真相は石板に手をついて立っていたのです。これでどうやって重さを感じられるのでしょうか。ふむ。そう言われてみればそうですな。
立っている被害者にのしかかることは不可能です。うぐ。弁護人はこの思いという感覚をどうお考えか。場所的に考えると、そうですね。オガムさんが感じた重さの正体か。わかんないな。その後ろが、その戦鳥の、あの回転扉みたいなやつだから。まゆみちゃんはどう思う？重さの正体も気になるけど、オガムさんはなんで石板に手をついてたんだろう。あ、そもそも手なんかついてなかったってことですかね。石板が降ってきたから手をつかざるを得なかったってこと。それなら重いってこと、言葉にも納得できますしね。確かに。もしかすると重さの正体に関係あるかも。弁護人どうですから、むしろ石板自体が重かったっていう。はい。岡山さんの殺害時の状況を想像するんだ。被害者の感じた重さの正体、それは、まあ、犯人が飛び乗ったからかなと思ってたんですけど、そうだね、そもそも手ついてるのがおかしいもんね。まゆちゃんが言ったように。ってなると石板が倒れてきたっていう可能性の方が、そう考えられるのは、石板が被害者に向かって倒れてきたのです。そもそも、なんと、そっか。小川さんは倒れてきた石板に押しつぶされた。そう。これが被害者の感じた重さの正体です。あなたの推理は大したものですが、大事なことを忘れていませんか？え？てか、あの石、そういえばグラグラしてたもんね。簡単になんか倒れそうなって言ってたから。確か、なるほどさんが。被害者は足ではなく、刺殺されているのですよ。あ、だから、その、場所的に考えると、ですね、場所的に考えると、あ、いろいろ分かってきたぞ。場所的に考えると、ですね、右側の石碑が倒れてきたと、岡本さんに対して。そうすると、後ろには何があるかっていうと、今はないけど、もともとは、戦鳥の像があったはずなんですよ。で、それが回って今の状態になってるんだけど、ってことはどうなるかっていうと、後ろの戦鳥の像に当たる、刺さると。だから本当の凶器は、戦鳥の像ということに、なるほど、繋がったな。いろいろ繋がったな、おい。確かに。石板に押し潰された被害者に短剣が突き刺さるというのですか、刺さりませんよね。ただ、あそこにある状況を踏まえて考えると、いろいろ一つの可能性が浮かびますね。背後に犯人がいたのなら、一緒に押し潰されてしまいますよ。どうですか、弁護人。ってことは、あ、まあ、いいや。まあ、そんな深い状況はわかんないけど、なんで石板が倒れてきたとか、そういう状況はよくわかんないけど、石板に押し倒された被害者にどうやって凶器が刺さったか。確かに、石板に押し倒された被害者に短剣を刺すのは難しい。では凶器は短剣ではなかったと考えたらどうでしょうか。隠し部屋には他の武器もあったようですが、石板の背後は部屋の出入り口。そんなスペースはありませんよ。確かに入り口にそんなスペースなかったような。そうですね、そんなスペースはないが、凶器が短剣でなかったとすれば、そう、そこですよ。小川さんの遺体に刺さってた短剣は後で刺されたってことだよね。少なくとも2回は刺されてるのに、解剖記録にはそんなこと書いてない。で、同じような切り口なんだろうかな？つまりは真の凶器と短剣は似た形状をしてるってことか。あったじゃないですか、あそこに。さあ、証明していただきましょうか。現場付近にはなかったが、探検によく似た形のものが、あの扉は回った跡があるんですよね。あの、血痕の跡を見ると、戦鳥の探検に似た何かが、戦鳥そもそもがあるじゃないですか、そこに。では、証拠を提示していただけますか。もう思えばなんか俺、あの戦鳥のあの像を見た瞬間に、なんか物騒な凶器みたいな形状してんなとは思ってたが、そういうことだったか、ここに繋がってくるのか。
なるほど。どれで、どれで提示すればいいんだ、これは。これでいいのか？ これでいいのか、これで。これは、祭祀殿の事件の写真ではありませんか？まあ、それではなく、奥の。これのどこに凶器が隠されているというのですか？間違ってないな。ズバリここです。こんな物騒なもん皆さん、見逃してませんか？これです。それは、まさか。そのまさか。戦鳥のしょ、どうぞ。その通りです。この鋭利に突き出た戦鳥の銅像の羽。これこそが、真の凶器だったのです。ってなるとさ、事故だった可能性もあるってことですか？バカな。銅像は葦人の外側です。まあ、でも、事故じゃねえだろうな。いくらでも偶然が重なりすぎてる。多分真犯人の仕業なんでしょうけど。それがどうして葦人の中にいる被害者を刺すことができましょう。で、それで、あれだね。泉の水が真っ赤になったってことに繋がるんでしょうね。銅像が隠し部屋の、扉だったとしか聞いてないようですね。あれ回るんですよ、あれ。どういうことですか？銅像はどんでん返しになっていたのです。どんでん？国際的に言うと、回転扉です。 なんか思えばさ、逆転裁判関係の作品ってさ、こういうなんか回転扉好きだよね。逆転検事でよく使われてたよ。つまり、作戦の真相はこうです。こう来て、で、石板が倒れかかってきて、刺さったと。彼は石板を受け止めたが、重さに耐えられず、後ろに倒れた。なるほど。不幸にもその先には、偶然、内側を向いていた銅像が。で、刺さるじゃないですか。刺さって、で、遺体、は、その後に、まあでもそっか、雪で、死亡推定時刻をずらされてたわけなんですけども、まあ血痕が下に落ちるじゃないですか。それで、赤く染まってたと。そんなはずは。しかし、探検からは指紋が検出されておる。被告人は儀式のリハーサルで短剣を握っています。いつだってそんなね、やりようはあったでしょう。そんなの指紋はその時についたものと考えられます。くえ、これ一番の部分崩したんじゃないの？ねえ、あなたたちはその指紋をね、結構糧にしてたところありましたけど、これで意味のないものになりましたよ。驚くべきことです。しかし多くの状況証拠が、弁護人の主張を裏付けています。受け入れるしかないでしょう。戦鳥の像が凶器だったと。ありがとうございます、裁判長。これで真栄ちゃん、逃げ方は変わってくるよ、これは。岡山さんの真の殺害状況が明らかになった今、被告人による犯行は決定的ではなくなりましたよ。なるほど、君。バカな。またしても。御霊の作戦は真実のはず。真実ですよ。真実ですけど、あなたの解釈は間違ってたね。あなたの作戦は間違ってた。いいえ、レイファ様。作戦のおかげで真実が明らかになったのです。そうですよ。それをヒントにここまで来たわけですから。くっ。これで分かってもらいましたか。やっぱり作戦を生かすには弁護士の解釈が必要なんですよ。小野雄太さんに任せてたらね、曲がった解釈され、そんな。まさか。それでは今まで我々は、ずっと一人で、御霊の声を取り違えてきたとでも？いや、やっぱそういう風に感じちゃうよね。でももちろん、レイパさん一人の責任じゃないよ。この国全体の、この国っていうか、この、なんて言うんだ？マナヤタさん含めて、ここに携わった人みんなが、曲がった解釈をしてたってことになるから、
もちろんあなただけの責任じゃないですよ。レイファ様、大丈夫でございますか？顔色が優れませんぞ。まあ、冤罪も生んできたかもしれませんよね。これまで。大丈夫じゃ。わらわのことは捨ておけ。審理を続けるがよい。かしこまりました。まあ、それを知ってどうするかもレイファさん次第。ちょっと、かわいそうだったかな。いやいやいや、これは、やるべきことでしたよ。さて、弁護人、続きをお願いします。オガム氏の死の状況が明らかになったことで何がわかるのですか？ということは、その、オガムさんを死に追いやった犯人がいるわけで、オガムさんはサイスさんよりも先にアッシュで殺害されていました。そしてその罪を迷いちゃんに被せた奴がいるということですよ。つまり、祈りの広場で発見されたオガムさんの遺体は、あれは偽装されたものですよね。あの、凶器に関しても、凶器だと思われてたあの、草取りの探検も、偽装されたものだから、つまり、まゆいちゃんは犯人じゃないってことですよ。偽物の凶器である、草取りの探検を刺された上でね、真犯人の手によって移動させられていたのです。確かにそういうことになりますな。でも、なんで周り気づかなかったんだろうな。真犯人はなぜそんな工作をしたのでしょうか？あ、てか、そっか。多分だけど、俺そう、今までなんで周りが、みんな気づかなかったのかなって思ってたんですよ。なんで周りは、小川さんが死んでるのに気づかなかったのかなって思ってたんですけど、それは、儀式の前日に、まあ、まだみんなが来る前から、オガムさんはそこに、装い、フード被って、そこに、いたから、もうみんなずっとお祈りしてる、してるんだろうなっていうふうに思われてたってことだよね。もう一番乗りだったわけだ、オガムさんは。だから、もう最初からずっと死体のままそこに置かれてたと。だから周りもおかしいとは思わなかった。偉大に偽の凶器である探検を刺し、広場に動かしたのはおそらく、愉快犯の犯行。冥界からの警告。連続殺人に見せかけるため。それはおそらく、被告人を連続殺人鬼に仕立て上げるためです。そう、この一連の殺人事件は真犯人によって仕組まれた、偽装連続殺人事件だったのです。なんですと？さすがなるほどくん。かなり手が込んでるよな、でもな。なゆたさんが、なゆたさんが重い腰を上げましたね。そのような穴だらけの推理は拙僧には聞きませんよ。穴だらけとは？ええ、まるでネズミにかじられた腐りかけのチーズのように。ここまで匂ってきておりますよ、道腐れ推理のおぞましい匂いが。ほうほうほう、言ってみんさい。本当の戦いが始まるよ、ここから。その例え話で匂いの下りいるか。ただただ、なんか、相手に嫌な思いをさせるためだけの表現ですね。被告人が犯人だという検察側の主張は全く揺るぎません。因果の流れを読み解けば、真実はこうだったと考えられます。この人も頭いいよな。織姫様である被告人は儀式前日、偶然聖域の隠し部屋を発見した。そこに不審な動きを見せる被告人を追ってきた。オガム氏がやってくる。驚いた被告人は石板を突き倒し、哀れオガム氏は、私隠し部屋なんて言ってないよ。翌日被告人は聖域を見て、事件に気づいた妻子殿を、なるほどね、口封じのために殺害したと考えられます。まあ、確かに決定的な証拠はないんだよな。でもなんかまゆちゃんがもし犯人だとするなら、まゆちゃんが犯人にだっていう風にね、繋がっちゃう探検を刺すわけないからっていうぐらいなもんだけど。ふむ、確かに那由他検事の説明通りでも、ついつまが合うようです。弁護人の推理では、被告人の罪を覆すには至りませんな。
そうですね。そうですね。まだ現場、まだね、事件当日の状況が読めないんですよ。その儀式の前日にこういう事件が起きて、で、あの、小亀さんは多分、雪で、ね、あの、工作されてたから、死亡推定時刻を、まあ、ずらされてたと。で、犯人はまだそこに潜んでたんですよね、おそらく。聖域に。で、妻子さんも殺害。第二の殺人が起きたわけなんですけど、その後どういう風にして、現場から立ち去ったんでしょうね。あ、違うか、隠し扉に潜んでればいいのか、ただただ。で、事件が終わった後にひょっこり出てくればいいのかな。まあ、その辺もちょっと。では、なぜ、オガムさんの遺体を人目につく広場に移動させ、指紋のついた探検を刺したのですか？被告人に、そんなことをする必要はないはずです。探検の刺さった遺体は、革命派への警告でございましょう。鳥姫様による革命派討伐という意味を込めた、説明をつけやがったなぁ。だからこそ、あえて人目につく広場に移動させたのですな。そんな、嘘だろ。説明ついちゃったんですけど、あっという間に全部説明がつけられてしまったぞ。参った。どうですかな、弁護人。もうグーの音も出ませんか。でもそうですね。悔しいけど言い返す材料がない。言い返す材料がないとやばいんだけどな。マユちゃんの疑いを晴らしきれていないのは確かだ。弁護人、もう無駄なあがきはやめてはいかがですから。あなたは昨日有罪判決を下された。いわばすでに死に体の身。いやいや、待ってくれませんか。そろそろ潔く自分の死を受け入れるべきだと思いますが。死にたいそうでございましたね。死体ではないんだね死体ではない。切相としたことが失念しておりました。訂正いたしましょう。先ほどの不臭は毒されチーズのような推理ではなく、ゾンビだと我々はゾンビだと。死にかけの毒され弁護士陣から匂っていたようでございますね。まったく毒舌クソ坊主が人をゾンビみたいに言わないでくれ。葬式前日、ああ、葬式じゃない、儀式。ちょ、なんかね表現が持ってかれてしまったわ。儀式前日に、オガムさんを殺したのは誰なんだ。考えろ、聖域に入ることができて、隠し部屋の存在を知る人物は、まあ、革命派だよね。革命派の隠し扉なんだからさ、革命派がやったんじゃないかなと思うんですけど、少なくとも聖域は儀式に関わる人しか入れなかったわけだし、待てよ、隠し部屋を知ってるのは革命派だけのはず。あー、ひょっとしていや違うな、妻子さんがやったのかなと思ったけど、結局、妻子さんも殺されてるから、まあ、犯人はいるはずなんですよね。まあ、革命派だと思う。儀式関係者で勝つ革命派。で、ってなったらもう妻子さんになっちゃうんですけど。革命派の疑いのある人物といえば、妻子さんですか？誰か思い当たる人いたの？ってなると妻子さんはじゃあ誰に殺されたの？けど、一つ大きな問題があるんだ。大きな問題？こそこそと法廷を逃げ出す相談をしていらっしゃるのですか？無理もございません。もう反論の材料はないのですから。このままじゃ苗田検事の言う通りだ。問題はあるけど、はったりでも攻めるしかない。裁判長、弁護側は、オガムさん殺害の新たな容疑者の存在を主張します。そんな苦し紛れの主張は、寛大なる人様でもお許しになりませんよ。そのような人物は存在しません。
いえ、おそらくすべてを知る人物のはずです。そんな人物がいるとは。え？祭司じゃないの？祭司かな？革命派だって言われてる存在で、かつ、その聖域に入ることが許されている。ってなると、聖域に入ることが許され、かつ隠し部屋の存在を知る人物。でもそうなると、祭司さんを殺した人が誰かがよくわからないんですけどね。祭司さんですよ。それも、儀式前日ならば、彼にも犯行は可能なはずです。死人に口なしで、死者に罪をなするとは。え、ってなると祭司さんは誰に殺されたんだろう。恥を知りなさい。死人に口なしそう。それが一番の問題なんだよな。祭司さんに話を聞ければ、あ、まさか、霊媒の出番なのかな。何？私の代わりに何かついてる？あ、いや、でも本当にいいのか。どうなんでしょうね。やだ、もしかして朝に食べた焼きそばの青のりがついてた？朝に焼きそばなんて食ってんのかよ。ずいぶん、消化の悪いもん食ってんな。いや、今は迷ってる暇はない。少しの可能性にかけよう。裁判長。死人にも口はあります。え、これはでも問題発言なんじゃないの？これ。祭司さんの証言を要求します。証言ですと。どうやって死者に証言させるというのですか？死者に証言させる方法。え、ついに、いいんですか？これは。禁断の言葉、パンドラの箱を開けることに。霊媒で祭司さんを呼び出したのです。なんですと。霊媒だって、バカな。なんと恐れ多い。不信心だ。罰が当たるぞ。まあ、でもそれではっきりはするでしょう。静粛に、霊媒を知っているとは驚きですな。しかし、それは我が国では、ガラン様のみが持つ秘術。と、お思いでしょうが。そもそも公務でお忙しいガラン様にお越しいただくことなど不可能です。そうだよな。でも、そうなると、迷いちゃう。俺は、いいよ。なるほどくん。あ、いいの？迷いちゃう。でも、クライン王国の人たちには、内緒なんだよね。あ、でも俺たちの命かかってっからな。大丈夫。法律とか規律とかで決まっているわけじゃないから。罰せられたりすることはないと思う、多分。でもさ、霊媒だって認めてくれるかな、ちゃんと周りが。これは霊媒を行ってるんだっていう風に。認めないんじゃないの、みんな認めたくないから。言い元になれるかどうかの大事な時期なのに。それしか方法ないんでしょ？有罪になっちゃったら、家元も何もないもん。わかった。ありがとう、まやちゃん。実は今ここにいるのです。霊媒を行うことができる人物がね。レイファ様ですら、三鷹の作戦が精一杯です。誰が霊媒をできるというのですか？はい。ここにいます。言っちゃった。嘘でしょ。外国人の中にできるはずない。姫巫女様にも無理なんだぞ。馬鹿にしてるのか。やっぱすごいことなんだな、霊媒ができるっていうのは、この国からしたら。静粛に静粛に。で、本当に被告人が霊媒の秘術を何度も見てますから、我々間近で、なんというかそのできちゃいます。そういうことですので、裁判長、許可をお願いします。誰かさ、証明してくんねえから、霊媒。あ。レイファ様。レイファ様。許さぬ。許さぬぞ。そうしたちは、作戦だけでなく、霊媒まで愚弄するか。いや、愚弄してないんですよ。できちゃうんですって。レイファ様の言う通りだ。軽々しく霊媒の口に出すな。無礼者が今すぐ死刑にしろ。おー、物騒なこと言いやがるな。沈まれ。
じゃあ見てみてくださいね。マイちゃんがやる姿を。とんがり頭よ。霊媒の名を出した以上、覚悟はできておろうな。むしろお前たちこそ覚悟はできてんだろうな。衝撃の瞬間を目の当たりにするぞ。はい、もちろんです。霊媒様、この者たちの霊媒を認めるというのですか。我々には嘘か誠か、一目で見分けがつく。お。なるほど。心強い。もしも偽りであったならば、即刻にこの場で極刑にいたせ。はは。レイファ様。誤って悪霊を下ろす可能性はないのでしょうか。それも一応霊媒なんじゃないのか。なんだ裁判長、被告人が本当に霊媒できるとでも思っているのか。お。そうですね。いえ、法廷の責任者として安全確認をですな。随分前から霊媒できますから、前じゃん。確かにまかり間違っておかしな悪霊に疲れることはあるかも、あるやもしれん。だから案ずるでない。ここに、あ、除霊の勾玉がある。あ、新しいもの。これでいつでも霊媒を解き、霊をメーカーに返すことができる。あ、そんな便利なアイテムあんのかい。それを聞いて安心しましたぞ。よいか。この外国人どもの発言はクライン法廷への挑戦だ。真正面から被告人の有罪を証明し、引導を渡してやれ。良いな、那由他検事。心得てございます。それでは、霊媒を認めます。画面のため、確認の手続きを取りますので、一旦休廷します。準備ができ次第、再開します。一旦休廷。歴史的瞬間が、歴史的瞬間が訪れますよ。このクライン王国に。